はいどうも、シンガーソングライター、三浦風雅です。よろしくお願いいたします。ということでね、今日もやっていきたいと思います。9月の5日、時刻が10時11分ということで、ちょっとね、久しぶりにこう、やるので、皆様ちょっと申し訳ないなっていうところで、はいて、なかなか最近ね、本当にありがたいことに、いろんなこう、話、お仕事の話だったりとか、いろんな方と、出会ったりだとか、していて、結構ね、時間がなかなか取れず、ツイキャスとかね、イベントとかも参加してたんですけれども、あまりにもちょっとね、いろいろとバタバタしすぎてしまって、ちょっとね、やる時間が取れてなかったんですけれども、ちょっとそこら辺ね、その件に関しては皆様、せっかくイベントをちょっと応援してくださっていたのに、本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいなんですけれども、でも、本当に、すごく未来、が切り開けてきたというか、いい話ばっかりをいただいて、なんかもう常に最近ワクワクしてる状態でちょっと生活を送らせていただきながら、なんか早く形にしたいなと思って、みんなにこうちゃんとね、伝えられたりとか発表できる日を楽しみに、日々いろんな打ち合わせを重ねているので、ちょっとそこのところだけちょっとね、ライブ配信で、ね、みんなの前に顔出せてないというところが本当に申し訳ないんですけれども、でも必ずあの時こういうことがあって形になったんだってみんなに思ってもらえるように、ちょっと今最近特にね、この数日間頑張っているので、皆様ちょっと待ってていただけたらなと思います。そんな感じでやっていまして、でちょっと今、それこそもうたった今またすごいありがたいお話をいただいて、でこの後またちょっと別件で違うところに行くんですけれども、いや本当にね、なんかすごい波があったかのように、ちょっと前まではメンタル的にもわやばいどうしようみたいな、このご時世もあるしどういう風に活動していこうかなって悩んでたりとかして、やっぱメンタル的にもねあんまり良くない感じだったんだけど、自分的にも。でも今はすごくなんかそれが嘘みたいに、いろんなお話をいただく機会があって、僕もねワクワクしながら、本当にねマインド、メンタル的なマインドもすごいいいんで、いやーなんとかうまくやっていけるかなと思います。っていう感じで、今はすごいね雨が降ってきて、台風が今ちょっと近づいてるじゃないですか。本当記録的ななんか台風になるみたいなところらしいので、ちょっと沖縄とか九州の方々、本当に気をつけて、しっかりと備えて欲しいなと思います。本当急に今も降ってきたから怖いよね、本当にね。ちょっといろいろとそういうなんか災害とかはもう本当にどうにもできないから、もうちゃんと備えるしかないので、みんな本当安全第一で、まずはね安全第一で、備えていただけたらなと思います。そんな感じでやっていこうかなと思うんですけれども、ちょっと今日はどういうテーマで話そうかなみたいなところもあったんですけど、今後ですね、ミューラジオなんですけれども、まずはファンクラブの皆様限定で公開をさせていただきます。でその後、数日後とかに、YouTube 一般でアップさせていただきますので、そちらの方だけちょっと今日はご報告というところで、させていただきますと。すごいな雨ということでさせていただきます。でそして、皆様ツイッターからですね、このミューラジオのサムネイル画像、こちらを、募集したいと思います。なんでみんなが描いてくれた絵だったりとか、イラストだったりとか、画像とかをちょっとツイッターの方で後ほど、ツイートしますので、そちらの方に募集するって形で、やっていきたいと思います。でそれをまずやらせていただいて、ミューラジオ
のサムネイル画像として使わさせていただきます。でそれを、ミューラジオを上げた、ツイートに、まあ、例えば今日のミューラジオを上げたとします。そしたらそのツイートに、サムネイル画像のをリップで送っていただければ、その中からちょっと選ばさせていただいて、次のミューラジオで、サムネイル画像を使わせていただくみたいな流れでちょっとやらせていただきますので、皆様ぜひ、よろしくお願いいたしますということで、もう本当にみんなと一緒にミューラジオを作っていくって形ですね。そういう感じでなんか一緒にやっていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたしますということです。で今日なんですけれども、今日のテーマはね、まあ本当に災害、まあこの台風というところもありまして、まあそういったところをちょっと今日は話をしたいなと思うんですけど、皆様本当に、まあ、地震とかよく来るって言われてるじゃないですか。都内も都心のなんか直下型地震が来るのではないかとかね、30年以内に来るんじゃないかとかいろいろあると思うんですけれども、まあ地方もそうですけれども、皆様その対策をしてますか？これいろいろあるじゃないですか。例えば棚とかが落ちないようにね、輪ゴムみたいな感じのやつでさ、扉をこうね、一つにこうポッて輪ゴムを貼って取っ手の部分にね、でこう開かないようにするみたいなとか、あとはなんかグリップみたいなのあるじゃないですか。物が落ちづらくなったりとかするようなグリップをつけたりだとか、あと一番大事なのはもう本当にすぐに外に出れる、要はバッグ、救急バッグみたいなのも全部、災害用バッグみたいなの皆さん準備してますかとかね。結構いまだにこうなんかちょっと、まあでも今は結構準備してる方いると思うんですけれども、中にはねやっぱいや大丈夫だろうという形で対策してない方もいるんじゃないかなと思いまして、僕も実はその一人だったんですよ。でちょっと前にね僕も災害用バッグみたいのをちょっと買いまして、でそれをね、まあキッチンのところに置いてたんですけれども、いやいざ逃げるってなった時キッチンのところに置いたらダメなんですよね。やっぱりそこのもう時間がロスタイムになってしまうので、そうだから出口のねドア玄関に置いておくのが一番いいっていうこと、そんな初歩的なところを僕は全然考えてなくて、そうそう、だからねすごいね改めてこういうこととかあるから、まあ対策備えたりとかしながら、ちゃんとやんなきゃなと思って、であれも災害バッグも食料とか入ってると思うんですけれども、やっぱあれもね賞味期限あるんですよ。実はもう何十年持つとか、もうもしかしたらあるかもしれないんですけども、基本何年とかねなってるので、それもちょっと常にチェックしながら対策をしてっていただけたら万全の状態でねいいんじゃないかなと。まあ本当はねその災害が来ないのが一番いいんだけど、でもやっぱりねこういうねこともありますし、台風だから別に とかね地震よりは怖くないとかそういうのではなくて、もう念には念をでちゃんとこう対策しとくことにはね絶対いいと思うんで、まあ、特に一人暮らし、僕とかね一人暮らしなんですけど、一人暮らしの方とかはね特にね怖いと思うので、ちゃんと対策をしといて置いた方がちょっとは安心できるんじゃないかなとか思いながら、まあ何よりもやっぱ命というものは本当に何よりも大切だと思いますので、だからちょっとまあ災害用バッグもね本当に安い値段では売ってないけど、何よりも命大優先で、そこはね皆さんもちょっと見直していただいて、しっかりと準備してもいいのではないかなということで、今日はねちょっとそういう、災害をテーマにちょっとお話しさせていただきましたけれども、みんなもちょっとこれからもう本当に分かんないから記録的なとか言いますけれども、そのねどれくらい記録的なのかもちょっと分からないし、本当年には年をで、みんなもちょっと気をつけていただけたらなと思います。僕もね引き続きちょっとちゃんとそういうところは、まあ今回こういうのもありましたし見直していこうかなと思いますので、一緒に命大優先でねできるだけ、災害が広がれないように、そして起きないように願いながら、
また普通の生活に戻ってね、みんなに出会えることを楽しみにしています。ということで今日はそんな感じでミラージュ終わりにしたいと思います。バイバーイ。